お元気ですか、ボクシビです。今回は BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2023の開封動画第2回目の今度ね後編の9パックでございます。それではね早速やっていきたいと思います。まずはですね後編の1パック目でございます。これスパークですね、秋山誠雲、投手でございます。で松川幸星のカードでございます。吉井正人監督でございます。キラでございます。カツティーヨ投手でございます。角中克也外野手でございます。高部明人外野手のカードでございます。松川幸捕手でございます。2袋目でございます。柿沼智也捕手でございます。中森俊介投手でございます。で佐々木朗希投手のこれ MLB 記録を超える5種2社連続アウト達成した時のカードでございます。で高部明人外野手のこれキラでございます。荻野貴司外野手です。佐藤翔馬投手でございます。山口幸喜外野手でございます。3袋目でございます。ちょっとねずれましたのでね移動し、はい、ずらします。で改めまして3袋目開けたいと思います。佐々木千早投手でございます。田村達弘投手でございます。すいません捕手でございます。失礼いたしました。石川歩夢捕手のキラでございます。土井秀人投手でございます。高部明人外野手です。安田久典内野手です。東雄介投手でございます。4袋目でございます。種市敦樹投手でございます。山本大斗外野手でございます。佐藤俊也捕手でございます。井上誠也内野手でございます。藤岡雄大内野手でございます。東條大樹投手でございます。ルイス・ペルドモ投手でございます。5袋目でございます。増田直也投手でございます。岩下大輝投手でございます。で史上最年少の完全試合を達成した時の佐々木朗希投手のカードでございます。沢村秀和投手のキラでございます。坂本幸四郎投手でございます。田中春也投手でございます。小川隆盛内野手でございます。6袋目でございます。
滝浩太投手でございます。高野修太投手でございます。小野文也投手でございます。佐々木朗希投手でございます。国吉勇輝投手でございます。ルイズ・ペルドモ投手でございます。田中春也投手でございます。7袋目でございます。井戸畑敦也投手でございます。友杉敦樹内野手でございます。田中春也投手の木田でございます。吉井正人監督でございます。佐藤俊也捕手でございます。佐々木朗希投手のカードでございます。角中克也外野手でございます。8袋目でございます。佃周平外野手でございます。八木明投手でございます。中村翔吾内野手のこれキラでございます。藤岡雄大内野手でございます。中村翔吾内野手でございます。佐藤俊也捕手でございます。山口浩輝外野手でございます。で最後の9袋目でございます。森良太郎投手でございます。では高部明人外野手のカードなんですが、ね、琥珀色しています。これは限定カードでございます。150分の148でございます。こちらでございます。はい、続けていきます。滝浩太投手の木田でございます。菅野剛外野手です。佐々木朗希投手のカードでございます。佐藤翔馬投手でございます。で最後に横山陸人投手でございます。以上で BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2023の開封動画後編の9パック終わりたいと思います。で、今度ですね、一応予定しているのがエポックの今度はあの楽天編をね、もしね、あのお金に余裕がありましたらね、購入して開封動画としてやっていきたいと思います。でまたね、前みたくこの総集編という形で過去の、直筆サインカードや、この限定のねカードも、やりたいなと思っていますので、ね、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。